エドガル・ミゲルエは、ギニア・ビサウ・ビサウ出身のプロサッカー選手。フェーエノールと所属。ポジションは、ディフェンダー。ギニア・ビサウの首都ビサウで生まれ、ポルトガルに渡り14歳で、スポルティング CP のユースチームに入団した。2012年夏、チームメイトのアゴスティーニョカと共に、FC バルセロナに移籍。2014年12月のコパデルエスディー・ウエスカ、戦で、 ジェレミー・マテューと交代し、トップチームデビューを果たすが、トップチームでの出場はこの試合が唯一となった。2015年8月、ビジャレアル CF と3年契約を結んだ。しかし B チーム登録で、チップチームでの出場は叶わなかった。2016年12月、ポルトガルに帰国シリスボンの CF、ベレネンセスに移籍。 UEFAU-19 欧州選手権2012に参加する予定だったが、負傷のため辞退した。2013FIFAU-20 ワールドカップのメンバーにも選ばれている。2017年11月10日に行われた、サウジアラビア代表との親善試合で途中出場し、ポルトガルへ代表デビュー。双子のエデリの家もサッカー選手。ありがとうございます。